全日本カート選手権西シリーズ開幕戦フィスリクラス、ポールポジションはゼッケン27、平井プロジェクトウィズアッシュ、船橋ひろのり。飛んでます、船橋飛んでます。2番グリッドからのスタートはゼッケン36、アッシュ森岡真央。3番グリッドはゼッケン44番です、フォーミュラブルーチーム長尾、中村海斗。そして4番グリッドはゼッケン11、チームブルート関雄星。5番グリッドゼッケン86、シナジーリンクス宇都宮ハルト。6番グリッドはゼッケン77番です、 FLR 松崎亮平。以上のトップ6。7番グリッドはチームエマティゼッケン17、脇和葉。8番グリッドバリバリバリヒストリー、佐々木克幸。9番グリッドゼッケン4番高木ブランディング、坂上亜美。10番グリッド76番ユニオンレーシングビズデジタルランド、竹村寛成。11番グリッドビフォンテアッシュ、大井武。12番グリッド33番アッシュ、小川洋平。13番グリッドゼッケン37、イントレピッドジャパンコルセ、佐藤瑠衣。14番グリッドチーム長尾、18番岸秀幸。15番グリッドゼッケン21、 RT ヒストリー有田健人。16番グリッドアッシュ、ゼッケン57、江崎明彦。そして17番グリッド72番です、名阪レーシング田村大地。2021全日本カート選手権西地域シリーズ開幕戦、これよりローリングスタートに入っていきます。今回も一列ローリングという形となりました。前車17台がローリング入っていきます。ゴールポジションは船橋弘典です。昨年の堂々の予選トップ、決勝もトップ、35ポイントでチャンピオン候補に名乗りを上げました。そこからはポイント取れなくて、最後の鈴鹿大会までポイント取れない1年でした。今年はこの宮古大会もきっちり決めて2度目の全日本 FP3 制覇へ燃えています、船橋弘典。そして2番グリッドから狙います、森岡真央です。去年までは天津武美選手、森岡泉選手のメカニックをしておりました。今年からカートレース復帰、1回目の復帰戦のハーフミリオンで堂々優勝し、ジャパンカートの表紙も飾りました。3番手スタートには中村海斗です。当然狙っています、中村海斗。2年間このジャグの舞台に姿を現しませんでした中村海斗。2017年のアレット以来の優勝を狙います、中村海斗。3番手、4番手は関雄星です。中山大会です、去年2位表彰台が昨年のベストリザルト、それ以来の表彰台へ。そして宇都宮ハルト、5番グリッド、昨年この宮古大会6位でした。さらなる上を目指して宇都宮地方 FP3 時代に2015年に制しています宮古大会、それ以来の優勝へ松崎亮平。7番グリッドは4年ぶりのジャフの舞台です。まず予選は7番手でしのぎました、脇和葉。8番手スタートにカミソリ佐々木がどこまで切れるか。9番グリッドに坂上真美、その後ろ竹村、大井、小川、佐藤、岸、有田、江崎、田村の順番。1列ローリングはポールポジション有利です。ベースコントロールして2021全日本カート選手権西地域シリーズ開幕戦FP3 決勝スタートしました。まずは船橋、森岡、さらに中村狙っている。さあ森岡が先制攻撃、インコースへ入っていくか。森岡真央は2コーナー取っていって、中村も狙っているんですが、主導権を取っていたのは森岡真央。そして船橋が差し込みを狙いますが、森岡がトップ、2番手船橋、3番手中村海斗、関雄星が4番手、その後ろになっている宇都宮手がついてるでしょうか。さあどうか、4番手は関が粘って宇都宮5番手、そして6番手に上がってきているのはどうでしょうか。77番手ありますが、松崎亮平となっている。おっと、その中村入った、船橋ちょっとしんどい。2番手に上がってきました中村海斗、船橋届かなくなりますが、2番手中村、3番手に船橋。さあハーフミリオンで優勝を争った2人、森岡真央対中村海斗。3番手船橋、4番手関、その後ろになっている宇都宮ハルト、インコース松崎入った。松崎は5番手に上がってきました。スローインハンドルワークで松崎亮平、宇都宮、佐々木、坂上、続いているのはどうでしょうか。大井もいいところつけています、大井武もいいところつけています。さあ森岡真央選手、先
ゴールに進んでね、現在トップラン。中村海斗も2番手に上がってきまして、3番手船橋はどうか、ちょっとしんどくなっているんでしょうか。船橋なんとここからまだまだ長丁場26周回ありますんで、タイヤのマネジメントも重要となってきます。関が4番手、5番手松崎良平上がってきました。2015年の地方 FP3 以来約6年ぶりの琵琶湖優勝を目指して、77番の松崎良平、おっとっと坂上捉えた、坂上と次坂上が佐々木の船頃捉えて上がってきまして、坂上がもう一回巻き返しを狙っています。坂上もなかなかこの決勝青ちゃんがおっと佐々木に捉える、佐々木と坂上抜きず抜かれずの攻防となっていました。佐々木がまた前に出ました。先頭は森岡、2番手中村海斗、3番手になっている船橋ひろみ、4番手が関雄星、まさき5番手、6番手ゆずみ、7番手が佐々木、8番手佐々上、大井9番手になっています。大井武史、タイムラゴータイム、予選も最高でなかったんですが、9番手まで上がってバイクカードが10番手、竹村寛成11番手、佐藤瑠衣が12番手、小川13番手、田村岸、江崎有田の順番。雨がまた強くなってまいりました、琵琶湖スポーツランド。逃げる森岡もハートレース復帰戦のハーフミリオンで堂々と大会を出してきました。そのトップ2着だった中村海斗、現在2番手、もう1回ここは2回森岡真央に負けるわけにはいきません。2番手、3番手は船橋、4番手になってる関、正木良平5番手、おっとスピンがあったのは竹村寛成、なんとか復帰していきました。松崎が5番手、6番手宇都宮、佐々木が7番手、8番手になっている坂上真美、大井武史が9番手、大躍進ということでしょうか。大東の大谷でした、大井9番手、田村が11番手、12番手佐藤瑠衣といった展開、そして小川岸、江崎有田、竹村の順番。さあどうか、森岡逃げ切れるか、雨が強くなってきました。雨降りの中にトップはなかなか不安なことがあります。ラインが分かりませんので、後ろ走ってたら前のマシンの動きを見ながらトレースできるんで、ここは中村が迫る、小回り旋回中村海斗、しかし森岡も後ろから話し、そして追いついてきている関雄星。さあどうか、逃げ切れるか森岡も。1月のハーフミリオン以来の優勝を目指して、ここは本願の全日本制覇へ。森岡真央、昨年は妹泉選手が制しましたので、史上初の全日本 FP3 兄弟制覇、当たりますか。2番手追走は中村海斗、3番手に船橋宏典。さあ中村海斗、ホームランブルーデビュー戦です。ここは負けるわけにはいかないところに迫ってきました。中村海斗、2017年の FP ジュニアカデット時代には2回勝っています。神戸大会優勝以来の勝利、この JAF の舞台で欲しいところ。まだ2年間 JAF の舞台から遠ざかっていました。中村海斗はここ1番、2番手、3番手に船橋、4番手関雄星、そして5番手が宇都宮、6番手に上がってきているのはどうでしょう、松崎もいなくなっているでしょうか。宇都宮、佐々木、坂上、松崎の順番。雨が強くなると非常に難しいコンディションです。先頭は森岡、おっともつれているのは佐藤瑠衣選手と、これは小川洋平選手、ロックコーナーでなんとか動き出しました。さあ森岡真央対中村海斗、11月のハーフミリオン、2人の優勝争いでした。森岡真央が逆転し優勝、ちょうど2着だった中村海斗になって、その強心だったのが森岡真央でした。中村海斗はこれは絶対に森岡に負けたくないところになって、3番手船橋、関雄星4番手、そして5番手になっているのはどうでしょう、5番手が宇都宮春子、まだ分かりません、まだ分かりません。6番手佐々木です。さあまだ長丁場です。この FP3 は長丁場、昨年私実況して分かったんですけど、ここ後半からが非常に難しい。まだ20周残されています。レースはまだ20周回、森岡独走体制、2番手が中村海斗、3番手が船橋、このペース配分が非常に難しい。レインタイヤですので柔らかいのでいつ減ってしまうのか分からない、このペース配分が難しいところ。26周の中丁場決戦、まだ20周、先頭の森岡、2番手中村、3番手船橋、4番手関、5番手がちょっと抜いて宇都宮春人、その次に佐々木克幸、坂上真美が7番手、8番手に松崎良平、9番手大井拓司が上がってきています。最高にスタートでした。
大井拓司、今回はスタートに現在9番手、地元田村上がってきています。最高位決勝です。最高位さ、田村が10番手、11番手脇、12番手岸、13番手矢崎、有田、竹村、佐藤、小川の順番。現在のファッセストラップは27番の船橋博典。船橋がファッセストラップ、この位置は中村海斗ファッセストラップ、中村海斗ファッセストラップです。雨の中村海斗、ホールでは数々の伝説を作っています。さあ、得意の雨で輝きを放ちますか。先頭は盛岡に中村迫っている。プレッシャーがあります。中村海斗3番手は船橋。さあどうか、4番手に過ぎ長島もですね、ちょっとスタートで遅れました。しかしながらまだまだ狙える船橋ひどり。3台固まっています。ゴールドでラインが違う。4番手関雄星、そして5番手になっている宇津木春人、6位佐々木、佐々木も上がってきました。6番手、7番手坂上、松崎が8番手、9番手に大井拓司。ここ変わりませんね。この周回まだまだあります。まだ残り18周、長丁場です。タイヤのマネジメントも重要になってきます。26周も走っていますと、レインタイヤの柔らかい状態として減ってきて、何の勝負となりそうでしょうか。さあ、中村が懸命に、中村、森岡、ラインが違う。大回りの森岡に対して中村が小回りでキッチンパトロールに変えてくる。3番手に船橋、そして4番手にトップ3変わらず、5番手、6番手も変わらず、宇都宮と佐々木、7番手になっている坂上真美、8番手松崎良平、そして大井武史、9番手10番手田村、ここも変わらず11番手脇、12番手岸秀幸、ラストへと通過して、57番が江崎明彦、水波駿馬 SS チャンピオン、竹村寛生、一度コースアウトありましたが、なんとか頑張りたいところ。後ろに佐藤瑠衣、さらには21番の有田健人となっています。長丁場ですが、トップ3はまだまだ予断を許さない状態。中村海斗は溜めているんでしょうか。中村海斗の大井だ、大井が止まっている。大井武史、追い上げていた大井が止まっています。さあ、この場面トップ、中村ベターズ戦になっている中村海斗。さあどうか、神戸の三冠レーサー、キッズ金子の演説のクラスを制しています。中村海斗、トップ出すべきは雨の強さ。ここ2番手から逆転を狙っていきたい。3番手に船橋、トップ3、まだ16周回あります。あと16周回、まだ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 長丁場決戦。盛岡、中村、船橋、そして関雄星、ちょっと遅れました。4番手宇都宮、佐々木、さらには坂上、松崎の順番。雨降りしきる中での攻防です。さあ、まだ長丁場と分かっていますので、中村も船橋も仕掛けないんでしょうか。さあ、それぞれが後半勝負か中盤勝負か、おそらく作戦立てていると思います。中村が10分我慢しています。前方の盛岡もハーフミリオンに見てどでかい花火を打ち上げたい。2番手追走は中村海斗。2017年の神戸大会、オフィジュニアカデット以来の優勝者、船橋が仕掛けないところなんですが、さあ船橋いった、捉えて2番手に上がってきました。唯一全日本 SP3 の優勝経験も味を知っている船橋ひろのり、2番手に上がってきて、さあ一気に盛岡を追ってきたか、一気に盛岡を追ってきたか。あとまだまだ周回数残されています。4番手に関、そして5番手が宇都宮。さあ、中村はここはすみません、せいと話されるのが分かっているんです。なのに船橋はでもなかなかマシンの手応え良さそう、しびれるような手応えなんじゃないでしょうか。追っています。ボールポジションからスタートでも遅れましたが、これは後半勝負の証だったんでしょうか。さあ、一気に追いついた。さあ、船橋2年連続開幕戦優勝へ追いついて、さあこの裏ストレート、盛岡は丁寧に旋回、船橋は外からぶん回し旋回。さあ、ここで一気に加速して、さっき捉えた8コーナーで来るか。盛岡トップの雨の量が増えている。船橋2番手、中村、関4番手、佐々木上がってきました。佐々木5番手、6番手宇都宮、7番手坂上、8番手松崎、9番手田村、田村も上がってきています。さあ、船橋スリップに入っている。まだまだ半分来てません。26周です。
あと15周回。さあ森岡選手、後ろから長嶋のマシュマロが良さそう。この雨降りしきる中での攻防、3本追ってた船橋捕らえた、トップに出ました。エイジンハンドルきっちり決めて、船橋ひろのり、いや力を貯めてたんですね。エイジン戦後2年連続開幕戦優勝へ、船橋ひろのり。さあ森岡がもう1回止まり展開狙っていきたいところですが、船橋トップ、2番手森岡、3番手に中村海斗、関4番手、5番手佐々木、佐々木も上がってきています。じわじわでもありますが、カミソリ佐々木が5番手、6番手が内海、7番手坂上、8番手松崎、田村が9番手、そして10番手岸も上がってきました。今日はポイント取るのは8位まで、松崎まで現在ポイント取れます。岸は、田村は今のところポイント取れません。川村は今日で一つにエースつけたいと語っていましたので、勝負なんじゃないでしょうか。残り周回数半分、いや、13周回半分きました。あと半分です。あと半分のところで船橋が力強くトップに出ました。先頭船橋ひろのり、2番手が森岡も、3番手が中村海斗。あと半分、26周中島の決戦、4番手関、5番手佐々木。関も中山大会、昨年の中山大会準優勝が最高成績です。一つでも上の順位欲しい。ただ何が起こるか分かりません。本当に足元すくわれやすいコンディション。佐々木勝利に困って、勝利続き、勝ち合いの佐々木、去年ピアッコでは3位だったんですが、借金失格という運命に遭いました。それ以来の登場となっていますが、ここは頑張りどころです。現在5番手、6番手地元内海、坂上7番手、8番手の松崎までがポイント、8番手の松崎までがポイント。田村は、田村は今日は一つにつけたいと語っていたので、ちょっとでも上の順位に一つにつけたいところ、猛然と追い上げています。中村海斗2番手に上がってきた。中村海斗2番手に上がってきました。森岡外から狙いました。中村海斗2番手、森岡3番手。さあ追撃態勢に入りたい中村海斗、ただ船橋はリードを取っている。2年連続開幕戦優勝へ、船橋ひろのり。そして2番手が中村海斗、上がってきた。3番手森岡、関雄星4番手、佐々木がじわっと関の後ろから迫っています。いや本当に雨、受け付ける雨降る中の攻防ですが、6番手が内海、7番手奥とこすっているのが小川と有田、競り合っておりました。これは10番手、16番手争い。さあその前が佐藤瑠衣選手、そして竹村寛成選手が10歳、12が宇崎選手となっています。宇崎選手となっています。いやー本当に何が起こるか分かりません。一瞬の隙でスピードになってしまいます。もう今までのクラスでもね、ドラマがありすぎました。さあここは船橋盤石のレース、予選ではリードを広げた状態です。第3コーナーでオーバーランというのがありましたが、しかしこの決勝あと10周だ。船橋ひろのり、さあ2番手の森岡仕掛けて取られて、2番手に上がってきて、中村海斗は差し込みを狙っていきたいところなんですが、森岡真央2番手、中村海斗3番手。さあ森岡真央もですね、2着欲しいところ、チャンピオンシップポイントを考えますと22ポイントきっちり取りたい。中村海斗も1つ上に優位、終盤でこの1ポイント2ポイントが大きく影響してきますので、1つでも順位が上が欲しいところ。関雄星4番手、5番手佐々木克幸。さあ砂橋抜けてきました。佐々木5番手、6番手が田村、6番手が内海、7番手が坂上、8番手田村上がってきました。ポイント取れるところ、田村大地猛然と追い上げています。田村大地猛然と追い上げています。17番手スタンですが、現在のところは8番手まで追い上げていました。田村大地地元、あと9周回です。さあ船橋逃げ切れるか、リードは十分取っています。そして2番手通常は森岡、中村海斗は3番手、関雄星の後ろから佐々木迫ってきました。カミソリ佐々木が迫っています。後ろから4番手争い、関雄星11番と8番の
佐々木が迫る、それから入った、入りました。今のところからエースパンドル、ものすごいリング突っ込み、しかし佐々木4番で、さあ、あと3、かなり追い上げています。上杉鈴木がかなり追い上げています。マシンの状態いいんじゃないでしょうか。後半勝負でしょうか。佐々木和樹が猛然と追い上げています。さあ、なんと関雄星を捉えまして、佐々木和樹、上杉より鋭いと言われるこの男、現在4番で、いや、結構速いです。佐々木のペースがいいんですよね。佐々木のペースがかなり今速い。船橋に続いて速い。先頭は船橋、2番手が関、3番手中村、そして佐々木克幸4番手、5番手関、6番手内海、7番手になっている坂上、田村、さらに松崎が9番手となっています。さあ、上杉佐々木があと8周回、かなり追い上げています。猛然と追い上げています。2番手森岡、3番手中村の後ろ、8番手の佐々木、さあ先頭は船橋秀則、あと7周か、19周クリア、26周決戦、2番手森岡、3番手中村、さあ佐々木のペースはどうか。佐々木速いですね、今佐々木かなりペースが上がっている。佐々木かなりペース上がっています。さあどうでしょう、あと7周あったら中村タイトルのところまで追いつくかもしれません。切れています。カミソリ佐々木4番手、5番手関、6番手に宇都宮、さあ猛然と8番の CRG、 佐々木が中村海斗に迫っている。その後ろ関流星5番手、6番手宇都宮、7番手がそう今競ってますね、7番手競ってますね、今坂上の後ろが宇都宮、坂上と宇都宮、坂上6番手に上がってきました。やはり上位勢は後半勝負をしています。後半の大切さを知っている坂上の6番手、宇都宮7番手、8番手田村もものすごい勢いになっています。田村もものすごい勢いになっている。かなり速いぞ、佐々木克樹、中村海斗よりもコンマ4秒速いペースで追っています。まだ距離もある、あと6周。さあ先頭船橋、あと6周回で2年連続この全日本 FP3 開幕戦を制する活躍となりそう。2番手森岡、佐々木を追っています。ものすごい追い上げ。その後ろ関雄星、サッカー部分やはり全日本レギュラー組はですね、この後半の大切さを知っています。サッカー部も6番手に上がってきまして、7番手宇都宮、8番手田村って言いますが、残り周回数は5周回。おっと、ここは中村海斗の方が速かった。中村海斗ここでペースアップで佐々木を近づけさせない。その後ろ関5番手、6番手が坂上、やはりレギュラー組は後半の大切さを知っています。26周あります。普段の SL レースの15周回ですが、プラス11周にこの FP3 の醍醐味が詰まっています。さあ先頭27番の船橋、そして2番手が36番の森岡、44番、中村3番手、さあ猛然と追い上げる佐々木克樹、船橋あと4周回フルポイントマークとなりそうな展開となっています。船橋広森、2番手が森岡、3番手佐々木、3番手中村、4番手佐々木、5番手関、6番手坂上、さあだいぶ周回数減ってきました。ここからがタイヤとマネージメントの攻防となってきます。船橋が次ホームストレートを通過し3周回、ここも競ってますね。2番手森岡、3番手中村、佐々木4番手、関5番手、坂上6番手、7番手が今競ってますね。宇都宮と田村、17番手スタートでした。宇都宮を捉えれば7番手に上がっています。ちょうど9ラインの木のところまで来ています。さあどうか、猛然と追い上げて田村大地追い上げています。さあここで宇都宮を捉えれば
急にオーバーテイクしたことになっています。田村捉えて7番手に上がってきました。さあ田村大地が7番手最高ミスターが今回でカートレス一組につけて戻っておりましたが、最後尾から10台抜いて、さあ佐藤明が現在6番手にいます。先頭は船橋ひろのり、そして2番手が36番の森岡真央、3番手が中村海斗、佐渡か船橋先頭、2番手森岡、3番手中村、4番手に佐々木、5番手に関、6番手関雄星。おっと36にオレンジボール、森岡真央にオレンジボール。さあどうなるでしょうか。今先頭は船橋、2番手の森岡のサイドカウル、サイドカウルがどうなっているかという感じで、次が最終瞬間になります。3番手が中村に土壇場、佐々木が迫っています。土壇場で佐々木が迫っている。そして4番手が関、4番手佐々木、5番手関、6番手坂上、さあ土壇場で佐々木迫ってきました。中村海斗にカミソリ、佐々木迫ってきた。ファイナルラップ、これで最終周回ファイナルラップとなっています。逃げる船橋、2番手森岡、3番手中村海斗、4番手佐々木迫っている。土壇場で佐々木が迫っています。5番手席、6番手坂上、さあどうか。中村海斗は現在3番手なんですが、後ろから佐々木、さあどうか。27番の船橋、そして森岡の直接サイドカールが気になります。3番手は中村、4番手佐々木が一コース迫る、ものすごい低いハンドルを見せるんですが、中村海斗3番手、佐々木4番手です。どうやら2年連続で開幕戦優勝ということになりそう。船橋ひろのり2年連続で開幕戦グループポイントマーク、今年は西地区チャンピオンへ。船橋35ポイントフルマーク1着、森岡第2位入線、第3位中村、第4位佐々木、第5位関、第6位坂上、田村が第7位、8位が内海、9位が松崎、そして岸秀幸が初参戦ですが10位、11位が脇、5着問題、あれこれです。11位、そして佐藤瑠衣が12位、竹村寛生、そして江崎、小川有田はチェッカーを受けています。さあ堂々の1着は船橋ひろのり、2年連続で開幕戦優勝、新年度のポイントマーク、今年こそ西地域からチャンピオンへ、堂々のトップチェッカー。